おはようございます。おはようございます。今日は琵琶湖の北部の方に、来ております。琵琶湖琵琶市の若干、ショートといっても150キロぐらいあるようなんですけれども、それを、今日はちょっと自転車の先輩方に、アテンドしていただけるということなので、昨日の夕方6時ぐらいに行かないかと言っていただいたので、ぜひ行かせてくださいということで、今日は一緒に行かせていただくことに、なりました。じゃあその先輩をちょっと紹介させていただこうと思うんですけど、向こうでバッテンマークが出てますので、お二人に、ついて行かせていただこうと思います。自転車ぐらいは紹介してもよろしゅうございますか。今回の自転車ですね、ビアンキということで、かっこいいですね。ビアンキカラーはこのハンドルのところだけちょっとありますが、黒で統一されている感じでございます。で、ギアアルテグラということで、ホイールをカーボンで今日導入されたということで、我々がちょっとついていけるか大変不安ではございますが、こういう自転車を導入とか乗られるということでございます。ジャイアントという自転車で、ロードではなくてシクロクロスというカテゴリーに入る、自転車で、ロード仕様にしていらっしゃるということで、ベテランの方お二人ということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、スタートいたしました。今日は先ほどのリアルカメラをちょっと長めにねしております。前の方シクロクロスのレースに出ていらっしゃるベテランの方でございます。水に見えてきましたね。結構ですね、我々にとっては速いペースで引っ張っていただいております。早速ついてきてるかな。あ、来てますね。すぐ後ろにいますね。綺麗ですね。水も綺麗ですよ。白い砂浜があって、小松浜水泳場。信号も今回ちょっと教えていただいております。こうやってするんですね。ちょっと早いわ、Mさん。ついていくの大変です。素地が違いますね、素地がね。ロードバイク歴13年ぐらいになられるそうでございます。電車が横を走っております。飛び出し坊やですね。こんにちは。暑くなってきましたね。よし、ケイデンスはだいたい80後半90までぐらいでいってるんですけど、こんなもんですかね。もうちょっと回した方がいいのかな。初めての休憩所ですね。道の駅琵琶湖大橋。
は近江富士ですかね。尖った山が見えますね。これだ。本当にありがたいことですね。はい、すいません、おはようございます。常に間にさん走らせていただいておりますので、風をよく楽をさせてもらってます。ありがとうございます。大体巡航で30超えてるぐらいなので、ね、我々にとっては結構しんどいですね。加速が何度かついてきてますね。けどこれぐらいで行くのがいいんでしょうね。カツオクがちょっと早く来すぎたようで、太ももがちょっと痛いということです。次のコンビニを探して進んでおります。後ろがねちょっと見えないんですけれどもね、さすがに早すぎましたね。巡航30キロぐらいで来てたと思いますので、まあ、四角市よく頑張っていたと思います。今87キロぐらい、90キロ弱まで来てますので、ちょっとゆっくりめに行かないとその後はしんどいかもしれないですね。最初発出しました。かなり我々にとっては速いいいスピードで行きましたので、このまま行くとびっくりするぐらいの、タイムで回れてしまうのかなと思ってましたが、やはり無理。今日はもう本当に稽古つけていただいている感じでした。こうやって走るのかというすごいね参考になりましたね。ちゃんとしたグループライドは初めてでございます。やっぱり一人というか、まあ、脱走といつも二人で走っておりますが、まあ、それはそれで楽しいんですけれども、やっぱり他の人と走ることがすごい勉強になりますね。カツオクさんもなんとか復活してきたようですね。よかったよかった。琵琶湖は広いですね、本当にね。湖の
感じにはしませんね。海ですね。こんだけ近いんですが、潮の香りはしないんですが、この淡水独特の匂いいたしますね。嫌な匂いではございません。長浜城見えますか？見えない。長浜城ございます。はい、平田君、平田君です。湖北町の道の駅でした。とっても美味しかったです。今ここですか？長浜でここ今ここですね。じゃあこれでずっとぐるっと行って高島の方に戻るというところですね。こんな感じで止めております。ではスタートしましょう。116キロ、あと35キロぐらいですよね。ゆっくりペースで1時間半から2時間ぐらいでしょうか。淡市と距離一緒ですけど、淡市の方が早かったかもしれないですね。桜が綺麗なところ